3分でわかるバーチャルおばあちゃん。キャー、東堂さん。東堂さん、わー、かっけー。声が小さい。うっす、うっす、団長。よし、行くよ。応援合戦すごかったね。なんだ、見てたんだ。芝君も見たよね、東堂さんの応援。ああ、気合入ってたな。見てんなよ。東堂さん、何その顔。お前の応援が一番しっくりきてた。優勝じゃないか。じゃあな。余計なもんばっか見やがって。どうしたんだ、東堂。ああ、やっぱり東堂さんって芝君のこと。今日は東堂さん来ます。なんか分かっちゃった。マジ、いたいた、東堂さん。あ、すごい来たね。キャー、寝坊か。まだ付き合ってないよね、この二人。エル、どう思う、あの二人のこと。お前こそ。あんた、ちょっとおばあちゃん、ジェットコースター、あの親友がいるということ、東堂さんということで、やっぱり親友の好きな人。じゃあ私は最後。乗ってろ乗ってろ。ねえ、行こう芝君。行こう芝君。デッドヒートかましております。おばあちゃんだってね、言いたよ、芝に手出すんじゃないよ。ここでやっぱ東堂さんにはっきりそれはやっとかないと。あ、芝君なんか引いてる。じゃあな、バーチャル楽しかったね。じゃあごめんね。じゃあね、テル、バイバイ。あんた、あ、私に喧嘩売ってんのか。うわ、怖い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 。なんで私がわざわざ遊園地なんか来たと思ってんだ。ガキじゃあるまいし。パワハラだ。怖っ。怖っ。東堂さん、なんだか怒ってたみたい。怖っ。いつか見られるとは。一緒に。この野郎、てめえ、芝、この野郎、おめえ。あ、東堂さん、待ってたんだ。どうしたの。話があるんだ。ちょっといいか。私、隠し事するのは嫌だから、はっきり言っておくよ。うん。私、芝のことが好きになっちまった。知らなかった。笑いたきゃ笑うといいよ。うん、そんなこと。でもどうしておばあちゃんに。はてな、なんでだろうね。とりあえず仁義切らせてもらったよ。かっけ、仁義なき戦い。あとは正々堂々と勝負だからね、バーチャル。勝っても負けても恨みっこなしだ。悪いけど私は本気だからね。勝負なんかしないよ、東堂さんとライバル。面白えじゃねえか、立つね。おばあちゃん、売られた喧嘩はね、買うよ。勝負だよ、どっちがこの学園で一番いい女か、勝負だよ。じゃあそういうことでよろしく。よろしく。お姉ちゃん、さあ、うまそう。これ芝君、受け取ってくれるか。また今年も渡す気。バチ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 。東堂さん、いい度胸してるね、あんた。後で泣くなよ。怖え。てめえこそ泣くんじゃねえぜ。自信がないからそうやって言うんだろうね。なんか庶務人みたいになってるよ。庶務人のさ、廊下で秘書家と庶務人家がこうすれ違った時みたいに、てれれれれれれてれれれ。過ぎた、なめんじゃないよ庶務人よ。